こんにちは、この花の寒月です。今日も日々の着物を着ていきます。今日着ます着物は木綿の着物、くるめがすりの着物ですね。合わせる帯は名古屋帯を本日結んでいきたいと思います。はい、それでは着物を着ていきます。下は半襦袢とステテコを履いています。はい、前を合わせて下前を持ってきて前を合わせますね。おはしょりになるところをちょっと一生懸命上げてきてください。はい、腰紐を巻いていきます。はい、背中側でグッと締めます。前に持ってきましたら結んでからげます。はい、身厚口から手を入れておはしょりトントンですね。トントンしてください。振りを合わせていきます。内側を三角に今折り返しています。私はここで後輪ベルトを使います。襟元が浮きやすい方は後輪ベルトぜひ使ってみてください。はい、前に持ってきて留めますね。を伸ばします。はい、うなひもです。ちょっとウエストあたりでひもを置いて前に持ってきて結びますね。結んでからげます。はい、こまめにシワを伸ばしますね。背中のシワを伸ばします。紐で押さえていきます。はい、紐を前に持ってきて結びましたら広い面の中に入れ込んでしまいます。着物はこちらで完成です。それでは今日名古屋帯を結んでいきます。帯枕を使わないお太鼓を結んでいきたいと思います。この名古屋帯がちょっと3メートル80と私には長いので手先をちょっと折り返して巻いていきますね。前結びをしていきます。帯板を入れるのがちょっと、不慣れな方はこの段階で入れていただいて大丈夫です。背中側に帯板を置いて帯を回します。で、そしたら先に折り返した手先を抜きますね。はい、ここで一回ひねります。で止めておきますね。手先を広げて、そして手のひらを置いて一旦上げます。普通は帯枕で上げるんですけれども、今日はお家の中で結ぶ名古屋帯なので帯枕なしでしていきます。はい、帯揚げですね。で、帯揚げを通していただいて、背中側、帯の上で結んでおいてください。形を整えて、すっきりされたい方はここまっすぐ
帯はまっすぐされてもいいです。私ちょっと丸いのが好きなので丸くしています。そして形を帯の大きさを決めてですね、タレを上げて形を作ります。これぐらいかなって決めていただいて、そうしましたら先ほどのピンチを外して手先を中に入れます。ちょっとはみ出た分を折り返してしまいますね。ちょっとしっかり頑張って力を入れて帯締めの背中側で結んでください。この辺もちょっとざっとでいいです、前にしてますので形を帯締めした後また直してきれいにしてあげてください。はい、帯の形はこちらで完成です。はい、そうしましたら垂れ先を曲げて帯にピンチで留めて脇をしっかり持って回します。はい、そうしましたらあとは、帯揚げと帯締めを結び直していきます。帯締めを結びましたら今日の着物はこちらで完成です。今日はお家の中で気軽に過ごせるお太鼓結びをご紹介してみました。よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。